はい、それでは皆さんおはようございます。本日は8月の1日、日曜日となっております。皆様どうもお久しぶりです。この動画をね見ているということは、新しい方のチャンネルをね見てくださっているということで、今後ともねどうぞよろしくお願いいたします。これなんかこんな堅苦しいチャンネルだったわ俺たちねまあいいや。本日はですね、リーグ戦の日ということで、ちょっともう第何節かわかんないですけど、対戦相手は、厚木マーカスということで、自衛隊チームの、方々と試合を今日はするんですけれども、僕たちは今ですね、何位だったかな？僕たち今順位がですね、9位になっておりまして、で、今日の相手、マーカスがね、10位となっております。今年のね、リーグ戦は14チーム編成の4チーム自動降格。なので、14位、13位、12位、11位までは自動降格。確か、10位と9位かは、多分入れ替え戦があるのかな、だった気がするんで、このままだと入れ替え戦圏内になってしまうので、それだけは避けたいということで、今日はね、絶対に勝ち点3をもぎ取りたいと思います。ちょ久々の動画投稿なんかもう滑舌が回んないわ。今ですね、9時前なので、集合時間がで5時半ということで、はい、それまでまた、過ごしていきたいと思います。とりあえず走りに行こうと思います。はい、ちょっと今ね走りに行こうと思ったんですけど、急遽実家に行く用事ができてしまったので、実家に行ってから走りたいと思います。最近ねこういう経営の本をちょっと読むようにしているんですけど、まあ、どの本にもね共通して書いてあることは、成功した理由よりも失敗した理由をちゃんと知りましょうと。その理由は、時間とお金の節約になるかなということでね、共通して書かれているものが多いので、ちょっと皆さんも何か始めるときはそういうのを意識してやってみるといいかなと思います。いた親父がいましたわ。見てくださいこれ、このテレビでしか見たことないような田舎でしょ、これすごいでしょ。うわすげえ、超田舎だぜ。はい、それでは今走り終わりました。多分ね3キロぐらい大体走ったと思います。でももうね見てください、あれね、もう今日やばい、暑い。まだね10時前ぐらい、まだね10時前ぐらいなんですけど、もうね35度ぐらいになっております。冬場とかもうちょっと涼しかったりしたらね、あと1キロ2キロぐらいプラスして走るんですけど、もうちょっとねこの異常な暑さは、これぐらいでやめておきます。家の方に戻っていきます。ちょっと暑かったので水風呂に入ります。うどん食うね。麺つゆだろ。麺つゆ、麺つゆだろ、美味しい。なんかね、すごい匂いもいいし、やっぱそのよりね麺の味を引き立ててるのもあるし、まあこのねつゆと合うのすごい、でさらにそのむつみの今ねこの鰹節によって全てのステータスが上がったんだよね。けどね味がまずい。レンコしか突っ込めない。こっちが出てきちゃった。ちょビクロエまだ。ちょっともう寝ていい。ダメ。ダメってなんで。じゃあ1対1になったら起こして、それまで寝てるから、起きるから1対1になったら起こして、最後の一人同士になったら。じゃあちょっとお前、これを見てる視聴者のプロになりたいと思っている人たちに向けてさ、何が必要か、ちょっとプロになるためにはどんなことが必要か教えてくれ。そうだね、諦めない心とでも言っておこうかな。マジで。まあまあそれはそれも大事だけどな。じゃあなんか技術面とかね、やっぱそういうのみんな気になるじゃん、うん、じゃあその入って苦労したところとかないの？例えばスピードとかさ、止めて蹴るの差とかさ、どこにボールを置くとか。それはやっぱありますね。
いっぱい YouTuber いんじゃん、サッカー系 YouTuber さ。みんなほらドリブルとかさ、フリーキックとかさ、そんなもんばっかにこだわってんじゃん。いやもうね、そういうことじゃないじゃん、もうプロの世界って。メンタル大事だし。いやメンタルはマジで大事だな。メンタル大事。そう。やっぱね、上手い人はね、練習すごいこだわりがすごい。こだわってる、練習からも。あ、こだわってやってる。練習から、ちょっとしたものことからでもすごくこだわりですね。勝負への。ああ、なるほど。勝ちへのこだわりもそうですし、止めて蹴る。少しでもミスったら、しっかり悔しがる。ほうほうほう。ここはやっぱアマチュアと違うとかあった？練習の強度。まあ練習の強度ね。スピードとか、それはスピードとかもそうか。やっぱね、プロ集団はね、気持ちがね、プロ集団。でも J1 の選手とかの方がすごいですね。ああ、でもマリノスとやったじゃん、この間。はいはいはい、お前マリノスとやった時どうだった？ああ、相手がやる気ないのかわからないけど、そんなに差は感じず。なんなら勝ったし。まあそうだよね、勝ってたもんね、練習試合とはいえ。でもね、それも結構あるあるでね、大学生と俺らがやるといい勝負するんだけど、いい勝負したりちょっと負けちゃったりするし、 A1、J2 とかチームとやると勝っちゃうんですよ。ああ、やっぱなんか下が頑張るみたいなね、感じに。うん、やっぱり止めて蹴るは大事だな。そうだよね、止めていけるスピード、質、強度だな。まあドリブルが武器ですなんて選手いっぱいいるからね、山ほどいるからね。ここにドリブルしてもダメだからね。まあね、そこに何を自分で他に加えられるかだよな。守備がいけたり、体張れたり、競り合えたりな。自分のそのね、やっぱテリトリーに入った時に自分のプレーをするかどうか。まあ間違いないよ。それまでにワンタッチ、ツータッチが下手くそだったら自分にボールは来ないから。いやそういうことだね。まあそういうことだよね。ワンタッチ、ツータッチがあって自分にスペースが生まれるっていうわけです。ああ、もうこれはぜひみんなには知っておいてほしいね。そうそう、自分のテリトリーに引き込むまでどれだけチームに貢献して自分のスペースを作るかだから。そうそう、苦労するのは、まあ、スピード感が違うから、やっぱ県リーグとかでは首振んなくても平気なところを、こっちでは首振りがすごく大事になってます。いやー、間違いない。今のまさに青足とかそうだもんな。なんか久々にあれだな、 J リーガーっぽいこと言ったな。ああ、そうなんですよ。勘がいいっていうか、予想が当たってる感じ。予測が全部当たる。ああ、じゃあ本当に勘のいいガキは嫌いだよって相手から言われてるかもしんない。まあ、あるじゃん、相手の体勢とか。ああ、まあまあ、そうそうね。体勢的にこの辺にしか落とせない、こんぐらいの弱さでしかこの辺に落とせない。分かるわ、分かるわ。その辺落ちれば全部拾えるよみたいな。サイドとボランチだったらお前はやっぱりボランチの方が生きる気がする。真ん中に人が足りてんだったら、そのずっとやってきた感覚だと、お前なんかサイドでこうタッチしてカットインか縦いくドリブルっていうよりも、なんかお前真ん中でボール持ってスル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 ど真ん中突っ切っていくドリブルの方が、ね、なんか うまい気がするんだよね。あの選択肢をいっぱい あってみたいな、で相手も混乱するみたいなので逆取るのがすごい。門の間でもらって前に、あ、そう選択肢が多い中でね、で振りして縦入ってからワンテンポ遅れてパスみたいな、うん、そういう方のドリブルの方がお前は生きてる気がするんで、そっちの方が剥がしやすい。実の予想スコアを聞いていこう。まずね、2-1厚木マーカス。むつみ、1-0厚木マーカス。じゃあ分かった、最後期待の推し、なみさん2-0でグラシア。おお、ありがとうございます。Yeah.
はい、それでは今家に帰ってきたんですけれども、結果はご覧の通り1対0で勝利となりました。試合の内容としては、相手がボールを保持してうちが守ってカウンターみたいな、シーンが多かったんですけれど、まあ、決勝点はね、コーナーキックセットプレーからの得点ということで、1-0 で勝負が決まったんですけれども、個人の能力としてはね、多分相手の方が、個々の能力は上だったと思いますし、まあ、ボールを扱う技術だったり、まあ、1本の、ね、工夫したパスとか、1個の球際とかそういうところはね、相手の方がやっぱり上回ってはいたんですけれども、やっぱりねそれだけで勝てないのが、サッカーだなっていうのがね、試合をねやってみて感じました。まあね、あと個人的にはあのシュートがちょっと打てなかったので、まあ、動きの質の改善だったり、まあ、ドリブル突破だったり、まあ、ちょっと足元に入る、ね、回数も少なかったので、まあ、そこを言っちゃちょっとどうしようもないんですけれども、あの出し手の問題もあるので、はい、なのでね、まあ、動きの質の改善だったりボールを持った時の、技術の練習だったりというのは、まあ、やっていくしかないのかなというふうに思います。じゃあ今お風呂から上がったんですけど、奥さんがねちょっと今から帰ってくるみたいなんですけれど、あのお米とかあの食料をね大量に買って帰ってくるって言ってたんで、あの俺が行こうかなと思います。あの全然ね一人で大丈夫だよみたいな雰囲気出してたんですけど、あのすごい多分遅くなると思うので、もう俺が今ダッシュで手伝いに行きたいと思います。はい、すぐ見つけた。いや、俺中に入って見つけるまでのね、うん、動画撮ろうと思ったの、うん、一瞬で見つかった。残念でした。じゃあこれ持って帰るか。うん、うん、すごくね、見たい。これ歩かせたらね、あの多分5時間かかってたわ。そうだよ。マジ来て正解だった。よし、じゃあ帰ろうか。はい、今ね合流して先に帰ってきたんですけど、ちょっと急遽ねあのここでドッキリしようと思います。多分もう帰ってくると思うので急いで準備します。あのうちの前ってそこ長い一本道なんですけど、向こうからこうやってまっすぐ来るんで、今そこのね一本道に出てきたので、もうちょっとですね、あと5分もしないで着くんじゃないかな。どういくどういくどういく、ガチャ。いや、どうする、顔出しとく。いや、でもびっくりしなさそうだな、疲れてるから。絶対俺リアクション取れてなかった。あの、前入っちゃった、これって。最悪、ここまで。バカじゃん。くっそ、ここまでここで息消したりして。バカじゃん。シミュレーションしたのに。今日はお疲れのようで。うん、疲れたよ。なんか毎日毎日さ、こんなさ、時間でさ、ご飯作れなくてごめんね。そんなこと、うん、新婚さんなのに。いや全然いいんだけど、ご飯がないのは全然いいんだけど、別に体調変化はない。うん、大丈夫。顔切れてる。いい感じ、いい感じ。はい、来てごらん。 We'll make time of heaven for ya ya ya。 ん、来てごらん。これ食べる。ではこちらを食べたいと思います。しゃぶしゃぶ出る？なんか。ね、これ。あ、うなぎ？うなぎは明日のさ、スターティングメンバーとして取っといたわけじゃない。そうだけど。うん、今日これ？今日これにしとく？動画気にしてこっちにする？どっちもどっちだね。どっちもどっちか。ないもんねこんな感じ。うん。梅ある？うん。梅あるよ。え？梅あるよ。え、何でも同じこと。
で、あなたがメインだから、夜は。嫌だよ、今日疲れてるから。日曜日は疲れてる。何で、いつも日曜日撮影してんだから。だから疲れての日にしか撮影してないじゃん。してないじゃん。だってご飯炊いたんだ。じゃあこれで食べようか。うなぎ食べるか。OK。じゃあ皆さん、うなぎに決まりましたので、これですね。メンヘラ。シューズ。うん。何？いやいやいや。何？何でもない、何でもない、別に普通にしてくれたね。いつも通りしてくれたね。なんで笑うの？なんで笑ってないよ。笑ってはないけど、あの多分これ見てる視聴者もみんな笑ってる。なんで？わかんない、いや普通に変な人だなって。やばい。やばくはないけど。まな板の上に載せないから。なんつった今。なんつった今。まな板の上に載せない。まな板って言ったでしょ。まな板だよ。まな板です。いただきます。いただきます。うん、元気出る。うん、うん、元気出た。うまいね。美味しい顔してみて。今素の顔だったよね。本当に美味しい時そんな顔するもん。え、やばくないだろ。特にやってたのが熱海で、あの海鮮丼食べた時、あれ今のところ1位。旅行といえばなんですけど、この間軽井沢に2人でちょっと遊びに行ったんですけど、まあ、軽井沢といえばまあ避暑地で、夏だけどとっても涼しい場所だよっていう風に言われてるとこなんですけど、行った時にやばかったよね。何度だった？19とかじゃない？19度とかね、20度とかそんなもんで、めっちゃ涼しかったよね。うん、でご飯も美味しくて、でもね、この子がいろいろ段取りしてくれて、行く場所をね、その日まで伝えられてなかったから、だから俺電車かバスで行くと思ってたから、ずっと駅に歩いてたら、ね、レンタカー屋さん入ってって、軽井沢って多分こっからだったら3、4時間ぐらい、3時間、2時間半から3時間ぐらいかかるから、俺は最後まで行き場所は分からないままにしておく必要があったから、全部運転してくれて、そう、この子は本当によく頑張りましたっていう報告。動画は私のチャンネル、ちゃんと上げてよ。1年後ぐらいに上がると思いますので、ぜひ登録しといてくださいね。よろしくお願いします。ちょっと次のシーンに移りたいと思います。じゃあどうぞ。 See you。 See you じゃないってね。終わってないからまだ。じゃあ次は油そばのシーンまで。シュ、うまい、うまい。油そばのシーンってあるんだ。マジックやってくんないの？できないけど。うん。ちょっと今調べる。あの締めのネタ振らされると思って、あの先ベッド入ってるでしょ。締めのネタね。え？眠いだけど。その状態からなんかいける？何やる？ないんだもん、ネタがもう。でもこの間ね、あのすごかったじゃん、マジックあれ大好評だったよ。そうだ。本当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 に大好評だったよ。みんな見てる。誰かね、レンの職場の人も見てるし、まあ、うちら兄弟もそうだし、まあ俺のチームメイトも見てる。はい、いくよ。はい、3、2、1。はい、ささくれ体操、ささくれ体操。ねえ、笑っちゃったじゃん。じゃあもう一回やろうか。テイク2、テイク2、テイク2、テイク2いきますね。3、2。ささくれ体操、ささくれ体操、ささくれ体操、ワン、ツー、スリー、ファン、ささくれ体操、ささくれ体操、ささくれ体操、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、ささくれ体操、ささくれ体操、ささくれ体操、